葛西臨海水族園公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。深海でポンの時間です。深海の何がこんなにも人を引きつけるのでしょう。司会の市川です。深海でポンはですね、昨年度に5本の動画を公開しました。まだ見てない方は概要欄にもありますので、ぜひ見てみてください。そしてですね、今年も深海でポンを続けていきます。第6回の本日、一緒に深海でポンで遊んでくれる日替わりポネラは猫大好きトム姉さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、トム姉さん、手にお持ちなのは、あ、気づいちゃいましたか？気づいちゃいました。この子は実は私の大事なハグという子なんですよ。今日どうしても来たい、一緒に来たいっていうから連れてきちゃいました。はい、なるほど、素敵な関係ですね。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日取り直して、トム姉さんは深海の生き物で好きなものは何かありますか？あ、深海の生き物大好きなのいっぱいあります。まずはネコザメ、それからチャネルキャットフィッシュ、あとウミネコも好きです。トム姉さんもうわざとですよね。全部深海の生き物じゃないのと、ウミネコは鳥ですし。アリーハグおかしいにゃ。はい、ということで今日はこのトム姉さんと一緒に深海でポンをやっていきたいと思います。深海でポンはご存知ですか？いえ。じゃあ説明しますね。はい、深海でポンはこの水族園オリジナルの深海カード、ポンと使って深海に暮らす生き物の不思議を楽しく学んでいく遊びです。深海カードは全部で50枚、全部葛西臨海水族園で展示をしている生き物です。こちらがカードです。まずポンと言いながらカード1枚選んでもらいます。私がそのカードに書かれている情報からヒントを出しますので、その生き物が何か当ててみてください。ちなみにですね、カードには KP キーピングポイント、 CP コレクティングポイントを0から100の段階でつけてます。それぞれですね、収集の難しさと飼育の難しさを表しています。なるほど、数字が高ければ高いほど難しいってことですね。そうですね、そうなりますね。そこも生き物を当てるヒントにもなるかもしれません。あとですね、美味しい生き物には美味っていうマークがついてます。美味しい生き物だってハグ、ハグも食べられるのがあるかもしれないね。どうですかね。今日はトム姉さんに3枚のカードを選んでもらい、その生き物を当ててもらいます。最後の1周は皆様にも、クイズになりますので、その生き物が何か当ててみてください。正解者にはこの実物のカードが手に入るチャンスもあります。ぜひ最後までご覧ください。それではトム姉さん、1つ目のポンをお願いします。はい、はい、にゃーって言って取るんでしたっけ？違います。あ、ポンでしたね。そうです。じゃあハグどれにしようか。ポン。はい、読みますね。この仲間の多くは深海に生息するが、この種は繁殖期に浅い海まで上がってくる。深海の生き物なのに浅いところまで来るの？そういう種もいますね。ちなみにですね、深海とは水深 200m よりも深い海のことを言うんですけれども、こちらの深海カードではいつも深海に住んでる生き物だけではなくて、深海に行くことが知られている生き物も入っています。では続けますね。卵は細長い殻に包まれている。細長い卵？そうですね、こちらが卵です。あ、本当に長い。それになんかピラピラしたものがついていて不思議な形。何の卵か分かりますか？ネコザメの卵ではなさそうだね、ハグ。なんだろう、難しいですね。正解を言っちゃいましょうかね。はい、正解はスポッテッドラットフィッシュです。あ、ハグ暴れちゃダメ。ラットって聞いてちょっと興奮しちゃったみたいですごめんなさい。よしよし、大丈夫ですよ。ほら、この体の下についた口とか大きな歯とか、ちょっとネズミに見えてきませんかね。まあ確かにそう言われたらそう見えなくもないかな。実はですね、このスポッテッドラットフィッシュ、葛西臨海水族園の水槽でもたびたび交尾をして産卵をしたり、
する様子が見られています。あ、そうなんですね。コウビはですね、オスのこの頭にあるフックをメスの胸びれに引っ掛けて、こう体の姿勢を安定させた状態で交尾を行うんですね。でその後こうメスが産んだ卵は砂の中に埋められます。なのでですね、この細長い卵も水槽の底の方を見ると見つかるかもしれないですね。ぜひ探してみてください。本日1枚目のポンはスポッテッドラッドフィッシュでした。では次のポンどうぞ。はい、ポン、はいはい、いきますね。普段は水深150m ほど、時に800m でも見られるが、産卵期になると浅い海に移動する魚。あれ、また産卵期に移動する生き物っていっぱいいるのね。そうですね。そしてその卵は食用になって、ビミマークもついてます。あの美味しいマーク。でもハグは魚卵は食べられないかもしれないね。そうですね、食べられるのは魚のお肉の方だと思うんですけども、この魚の魚肉の方、食べる国もあるみたいですけども、基本的には卵を食べるのが有名ですね。卵は黒く着色したものがキャビアの代替品として使われてます。キャビア、キャビアはハグにはちょっと食べられないね。確かキャビアってチョウザメの卵だったような気がする。そうですね、ちょっと安めの値段で売ってるキャビアがあったら、この魚の卵かもしれません。ちゃんと表示がしてあるので見てみてくださいね。そして最後のヒント、横綱ダンゴウオとも呼ばれるダンゴウオ科最大の種。はい、わかりました、はい、この間見たんです。ランプサッカー。正解です。やった、やった、ハグ当たったよ。ランプサッカー、葛西臨海水族園の水槽でも繁殖をしてます。あ、すごい。繁殖期を迎えたオスは体がですね、こう黄色っぽく変わるんですね。こちらがその黄色く体色が変わったオスです。水槽でも産卵してるってすごいですね。そうなんです。こちらがですね、生まれてすぐのランプサッカーです。餌をすごくよく食べる魚なので、こうみるみるうちにどんどん大きく成長していきますね。わあ、ちっちゃいね。かわいいし、ちょこちょこ動いて、ハグがちょっとじゃれちゃいそうです。ハグ、水槽には近づかないでくださいね。あ、ハグ、ハグ、ダメ。お兄さん大丈夫ですか。あ、ごめんなさい、ちょっと待ってください。ハグ、戻るよ。ごめんなさい、お待たせしました。お気をつけください。本日2枚目のポンはランプサッカーでした。それではですね、最後のポンは見てくれてる皆様へのクイズでもあります。それではトモネさん、ポンをお願いします。はい、最後のポンですね。はい、はい、ポン、はい、ではいきますね。ヒント1、サメの仲間でこの種を含むグループは背びれの前にトゲを持つものが多くて、ツノザメと呼ばれる。ツノザメ、種類が多くてちょっと絞れないな。はい、続きますね。ヒント2、体の表面にすごく小さい発光器がたくさんあります。光るんですね。そうです、その様子がこちらです。あ、本当だ、ハグ光ってるよ。この光る理由、コミュニケーションを取ってるとか、自らの姿が見つかりにくくするためとか、いろいろ考えられてるんですけども、実はですね、まだ詳しくは分かっていません。そして最後のヒントです。ヒント3、体全体が真っ黒です。黒色してます。黒だけだとちょっとまだ。黒いものといえば？暗い深海？生き物で考えてみましょう。あ、そっか。暗い生き物、黒い生き物。黒い生き物。あ、わかった。コウモリ？コウモリザメ。いい線いってますね。そういうことなんですけど、空を飛ぶ黒い生き物で、ちょっとコウモリじゃない方。ああ、ああ、
るほどですね。正解です。やったー、ハグやったよ。皆さん分かりましたか？分かったという方はこちらのコードを読み取っていただくか、下の概要欄に URL を載せてますので、そちらから受付フォームにアクセスしてください。回答とプレゼントの送付先、そして欲しい深海カード1セット、こちらを入力してください。正解者の中から抽選で50名様に選んだ深海カード1セットをプレゼントいたします。皆さんにプレゼントするカードには表面に生き物の写真が載ってます。今のように遊ぶにはこういったスリーブに入れて表の写真が見えないようにして遊ぶか、できるだけこう写真を見ないようにして撮るとか、あと KP と CP を比べて遊ぶとか、いろいろ試してみてください。応募は3月3日までです。次回はいつですか？はい、次回はですね、3月4日12時配信です。ぜひチャンネル登録をしてお見逃しなく。トモネさん、どうでしたか、深海デポン？すごく楽しかったです。ビミマークを覚えたので、ちょっとハグと相談して美味しそうなのを探したいと思います。いいですね。それでは皆さん、次回の深海デポンも楽しみに見てください。では行きますよ。深海でポン、にゃーにゃー。